シーク限定アイテムあり4人ランド宵闇の宴第2部開催でございます。やっぱ単純にうまく反映されてないんだよ。ほいほいほい、まあ、超量使って華麗に帰ってきました。痛い痛い痛い。さあスカイロフトは意外とあキャリアキャリアに乗ってどっかすごい勢い誰かが運送されていきました。キャリアに乗った瞬間俺の不審の風で運ばれていってさあ風で押し合いこそらさあ出た面白い共闘すると思います。真ん中の空いてるところにみんな持っていかれてる、みんな持っていかれてる、みんな持っていかれる、みんな持っていかれる、こういう風になってますね。素晴らしい。さあ爆薬高校ガードしちゃった、ガードしちゃった。さあ押し出して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  DA でお肉さんが押し出してた。いくら炸裂かもね投げ込まれると。さあさあここで白銀 VS お肉のサドンです。さあ針が当たって針で死ぬ、針で死ぬ、危ない危ない。さあどうなる、ちょ、DA ジャストガードして。さあどうなるどうなる、上 B、 なんと上 B できつい。オーバーキルにも程がある、オーバーキルにも程がある。ここダメージ増えるしな、それ。さあ来ました、スペシャルピックアップステージ来ました、来ました。このシルフのロゴが眩しいですね。シルフのロゴがこれが言いたかっただけこれが言いたかっただけです。効果の速度も半端ないな。さあビートルが飛んでいって後ろから、さあ跳ね返ってハニストさんが連れ去られていった連れ去られていきましたと右側からビートルを投げ込まれたんですけど、真ん中にいたハニストさんはちゃんとジャンプで避けたんですよねちゃんとビートルを避けたにもかかわらず、左側にいた人たちのなんか掴み打撃かなんかに当たって跳ね返ってきたんですよ。でその跳ね返ってきたやつにハニストさんが持っていかれましたさあ上 B で真ん中の方で白銀シークが吹き飛んできました。さあ爆薬箱を持ってしまった。これ爆発してもダメージだくね、爆発してもダメージだくね、爆発してもダメージだくね、いっていってさあセルフ実況したいところではあるんですけど、痛いです痛いです痛いです。セルフ実況していきたいところではあるけど、あ、ビートルがある、ビートルがある、倒された。単純に俺がむずい、 俺が単純にこのゲームむずい。あ、運ばれるさあ撃墜まで至りました、撃墜まで至りました。なんと少しダメージは足りないかなと思ったところ、撃墜まで繋がりましたね。少しだけ炸裂の風か何かで痛い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 、水の中で、水の中でコッコにいじめられて、あ、そのまま連れ去られた、かわいそう。ゲルドのためが今回は結構たくさん出てきますね。目立ちたがり屋なのかな。さあみんなでジャクジャクジャク、みんなでジャクジャクして、みんなでジャクジャクして、急にどうした、お前ら急にどうした、急に急にジャクソンになるって、何がお前らを操作した、何がお前らを操作したんだ、どうしたんだ。炸裂眼がやはり効いてるね。さあさらにサドンです、さらにサドンです、さらにサドンですですね。オッケーオッケーイグさん入ってきてからでさ、ラスさんぐらいにしましょうか。さあ、ちっちゃすぎた。低いパーセントでなんか、弱でなんか右の後部座席みたいなところに乗せてから、クーエヌで落として、そのまま持っていかった。そのまま持っていかった。さあ、この回は一体誰が勝つんだ、誰が勝つんだ、ぽい。誰だ、よっしゃよっしゃ俺が1位、山吹きシティやはり俺が1位。
最終戦やはり勝ったのは部屋主であるシルフシークでございました。皆さんご参加ありがとうございました。ということでですね、登録者数3000人到達記念シーク限定アイテムあり4人乱闘宵闇の宴、今回こちらにて閉幕とさせていただきます。たくさんのご参加とご視聴ありがとうございました。今後の記念イベントというような形で、恒例イベントのような形で開催させていただこうかと思っておりますので、次は多分5000人登録者数いった時とかにやると思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。